江本城は、下谷国津河郡榎江本にあった、日本の城。江本城のあった場所には、石碑が建っている。また堀や土塁の跡が、周辺に残っている。文治元年に、小山総長が築城したと言われ、小山城の史上として成立したと思われる。戦国時代の永六元年に、江本高綱が城主となったが、同七年に、港は春秋に攻められて戦死するなど、 皆川市、佐野市、北条市、結城氏らの接点として、幾度か戦乱に巻き込まれた。1590年の豊臣秀吉による、小田原征伐の折、江本城主の近藤さね方は、北条氏てるの命で、八王子城を守っていたが討ち死にした。江本城は、城主が留守の間に、結城春友に攻められ落城し、以降結城氏の管理下に入った。 江戸幕府成立後の1605年、本田忠順が1万国で、江本城に入り、江本藩が成立する。その後大阪夏の陣での活躍などにより数をされ2万8千国となった。本田忠順の死去後、藩主は、本田聖水、本田犬千代と継いだが、犬千代は、寛永17年5月13日に5歳で死去し、江本藩は、つぐ断絶により、海域となり、 江本城も廃城となった。ありがとうございます。